のね、あれで日清戦争で日本が勝利しましたね。でそれで朝鮮のね独立を進めていこうと思った矢先にですね、これ皆さん教科書でも出てきますけど、三国干渉というのが出てきますね、フランス、ロシア、ドイツでしたっけ。で日本にね、その日清戦争で奪った朝鮮の土地を返せと、ね、その利権を返せと、軍事力を持って日本に迫ってくるわけですよ。そうするとね、その当時の日本、明治27年から28年、その頃まだ全然近代化そこまで行ってませんよ。でそんなね列強とね三国も相手に戦えるわけじゃないじゃないですか。で仕方なくねその権利を手放すんですね。でこれをね手放して、例えば手放して朝鮮に本当に戻って、そのままね朝鮮がそれで普通元に戻れば待ったらよかったかもしれないですよ。その後ですよ、白人たちのやることがすごいのが、この三国干渉を言ってきたロシアなんか特にひどくて、日本が朝鮮にこのね戻したところをですね、ロシアが占領するわけですよ、利権として。でさっき言ったようにね、なんかこうお金も経済もそうですけど、お困りですかと、ね、お困りになったらお金とか貸しますよと、経済支援しますよってロシアが入ってくるわけですよ。その代わりお宅の土地99年貸してくださいねって話ですからね、半端じゃないですよね、はい、でそれで乗っ取っちゃうんですよ。でそれで乗っ取っちゃって、今度は朝鮮半島の、ね、北部にあってね、今度別のところで満州ってありましたよね。そこも満州も突然入ってきてですね、全部権益を奪っていっちゃうんですよ、はい、経済支援をするという体とかですよ。そういった意味で結局満州もロシアに取っていくわけですね。そうなってくるといよいよ日本はピンチになってくるわけです。でどんなことをやったかというとですね、ロシアは満州で利権を全部抑えて制圧していくわけです。で自分たちのお金が入るようにしました。でここは日本は、ここはさすがにもうここまでやられたら見過ごされないっていうのが出ちゃったんですよ。何かというと軍事の拡大です。朝鮮そして満州の方にですねにおいて、ロシア軍の拡大、基地、要塞をどんどん作ってきます。砲台も設置していきます。もう戦争の準備をしていくわけです。となると、先ほど何回もね申しますけど、朝鮮半島って日本にすぐ来れる距離ですから、そこを全部軍事拠点にされたら、さすがに日本ももうね、そんな大国相手にやるのは陸上戦だって厳しいですよ。もうその当時はね武士じゃないですから、鉄砲ミサイルとか当たり前のねとこですからね。ミサイルはまだそうでもないかな、その時はまだ艦上戦かな、船ですけどね、はい、ただ歩兵部隊というのがありますからね、まあ、そういった中でね戦うのってなると本土決戦されたら大変ですからね。そういったことをねありまして、軍事の拡大をとにかくしまくった。これに日本は危機感を得ました。そしてロシアと交渉に進むわけですね。これ以上満州等の権益ね、そして朝鮮半島に入ってくるのはやめてくれないかと。そして交渉条件、情報案件をいっぱい出しました。で3回かな、あの交渉はしていくんですけども、すべて跳ねられちゃいますね。いやダメだと。でロシアが言うのは一つです。日本がすべて俺らの言うことを聞く、この私たちがロシアが出した条件を日本が全部飲むならばね、いいよみたいなこと言うわけですね。そうするとさすがに、ね、それはもうさすがに無理になってくるわけですよ。当時のね、朝鮮にいる日本人の命も守れないし、満州にいる日本人の命も守れないし、日本人のね、国防ができないわけですよ。それはちょっと飲めないと。安全保障する、いいですか？そうなんですよ。あのね、日本人ってね、ここが僕大好きなんだけど、ちょっと嫌だなっていうところがあって、素直じゃない、信じやすいっていうか、あのね、相手を信用しようとするんですよ、日本人って。うん、これ僕も、まあ、全くないわけじゃないんだけども、ただ、日本人同士だったらいいと思うんですよ。日本人同士だったら。でもこれね、騙すことが平気な人たちもいるんですよ、世界にいっぱい。ね、平気で嘘つく人っていっぱいいるんですよ、世の中に。世の中というか、世界に。で、約束をね、守るってことを当然にしている国って、すごく珍しくて、その珍しい最高峰のトップが日本ですからね。日本人って口約束でも守ろうとしますよね。いいですか？外国行きますよね。約束って口約束じゃないですよ。
全て書面ですからね。書面で書いてサインして初めて有効なんですよ。それでも破りますからね。そういうことを思って外交ってやんなきゃいけないんですよ。これ歴史を勉強したら全部わかります。僕が大げさに言ってるんじゃないんです。これ歴史を学んだ人は多分僕と同じことみんな言うと思います。絶対騙すことが前提で交渉する国っていっぱいあります。はい、いいですかね。でそんなところでですね、進んでロシアがね軍事拡大してきたんですよ。でそこをね、ロシアの条件をもしその時は日本がね分かりましたって全部降伏してしまったら、朝鮮にいる日本人ね、朝鮮半島にいる大陸にいる日本人たちの命はどうなったか分からないですね。でなんでそれが言えるかというと、まあひどいことをやっていくわけですよ。虐殺惨殺ってのは当然な国ですから。だからそれはね、明治政府も譲れないと。でこれはまあ譲れないと。日本のね、国防、そして日本国民を守るためには、これはもう戦うことを決意するしかないということで、今度ね、対ロ政策として日本明治政府が進んでいくわけですね。結局ね、ここはね、戦わなくてもね、結局ね、来るんですよ。はい。だから軍門に下ったか、それとも戦ったかの話ですね。で、そしてですね、この日露戦争が結局起きました。で、日露戦争が起きたのも、戦後日本の教育を受けた人はですね、日清戦争、日露戦争は日本が全部大陸に侵略した戦争だっていうことを教わっています。学校の教科書でね。これはね、嘘ですからね。本当に歴史をちゃんと読んでいくと、学んでいくと、これは嘘って分かります。まあ、戦後日本の教育がアメリカによって GHQ の、ウォーギルドインフォメーションプログラムっていうね、その戦争責任を押し付けるというプログラムがあって、それが見事に当てはめられちゃったんですよね。はい。まあ、日本人はそろそろそこから脱却しなきゃいけないんじゃないかなと思いますけども、ちょっと話を進めていきましょう。で、日露戦争の時に世界最強とされるバルチック艦隊を連合艦隊統合、ね、が打ち負かしましたよね。でそれでですね、あとはこの日露戦争の裏側っていうのは結構ありまして、まあ、本読めばいっぱい出てます。例えばそうですね、もし興味がある方は、これは一番詳しく書いたんじゃないですかね、よくね、吉本先生のね、あ、これですね、はい、これぜひね、もしよかったら読んでみてください。世界史から見た日清日露大戦争でね、これ写真付きでですね、あと進軍の仕方とかこと細かく書いてあります。ものすごく細かく書いてあります。どういった進軍、あ、これありますね、はい、こういう感じでね、進軍がどういうふうにしていったかとか、そしてそこの戦いで相手国がね、どういう反撃をしてきたかとか、そこで、ここは教科書とか絶対載ってないね、日本の軍人たちがね、いっぱい載ってますから、あ、これぜひおすすめですからね、はい。で、こういうことがありましたよということですね。で、日露戦争というのがまあ始まって、一応日本はそこで勝ちますけども、裏話がね、たくさんありまして、ここでね、例えば、もう一個ね、訂正しておきたいのは、司馬遼太郎さんのね、坂の上の雲とかで、この203高地の戦いだったりとか、旅順行って言って、野木真助大将のお話がね、出てきたりしてますけども、その司馬遼太郎さんの小説ではですね、乃木真助が、まあ、武将なんですよね。もうとんでもないやつだっていうふうに描かれてるんですけど、あれはやはりちょっとね、行き過ぎた、あ、いえ、その士官が入りすぎですね。ですから、坂の上の雲の乃木真助のイメージというのは、これはちょっと違うなと思いますね。事実としては、乃木真助は世界ではね、称賛されている人物でありますし、東郷平八郎も合わせて、まあ、称賛されている人物であります、はい、これはね、ぜひね、本書いてありますから読んでいただきたいなと思いますね。であと面白いのはですね、日露戦争で当時のロシアを日本は破りましたね。一応アメリカから仲介が入って、一応和睦しましたけど、ポーツマス条約っていうのを結んでね、これでやりましたけども、あれなんですよね、日露戦争が世界にものすごく影響を及ぼしたんですよ。でどういうことかというと、
今まで白人、今まで解説してきたように白人中心の世界で世界が始まってて、植民地アジアね、有色人種というのは植民地をされていたわけなんですけども、そういった中で有色人種の日本がこの白人を破ったと。でこれがですね、世界的に大きな衝撃を受けるわけですよ。何かというと、ロシアにその当時圧政をね、こう食らっていたポーランドとかフィンランドとか、そういった国々、トルコもそうなんですけど、いろんな国々があってですね、そういった国々がやられたって時に、みたいな、その東国のね、島国の日本というところが勝ったのかと、すごいじゃないかってことですね、この今までこう世界秩序とされていた白人が優位に立つという考え方をですね、打ち壊したのがこの日露戦争の勝利なんですよ、はい、だから世界の価値観を変えたのが日露戦争なんですよ。これが正しい見方ですからね。ただ日露戦争、東郷平八郎がバルチック艦隊で破ったっていう話じゃないんですよ。世界の人たちが衝撃を受けたんですよ。白人主導で来ていたこの世界というのが、初めて有色人種がその白人を打ち破ったんですよ。それが世界が衝撃を受けたんですよ。そしてこの日本人に衝撃を受けて、各地では独立運動が高まっていくんですよ。民族主義っていうのが、それが最高潮にピークに達したのが大東亜戦争の後なんですよ。第二次世界大戦の後なんですよ。その民族主義が大きくなったのが、ちょっと話が飛躍しちゃって、今中日中戦争とか飛んじゃったけど、はい、いいですか。もう一回、まあ、ここ大事なところなんでね、言いますよ。日露戦争において日本が白人至上のこの世界を打ち破ったのが、まずこのきっかけで大きかったんですよ。でそれ